180センチになりたい。タイガ、ダメ。目の方にしときなさい。でも高くなりたいもん。この後たくさんお金もらえるのよ。ママ見えなくなった。今日からなのね。大丈夫、すぐ10年経つわ。お前どうやって学校行かせるんだよ。多分自分でなんとかするわよ。目見えないんだぞ。そうよ、でももう7歳、なんとかするわよ。おい、目見えないやつ来たぞ。歩くことすらできないんだな。からかってやろうぜ。ちょ、何すんの。こら、タイガをいじめないで。レナちゃん、うん、もう大丈夫だから。いつもありがとう。タイガ、あと2年だって。はい、ジュース。うん、ありがとう。でも、なんで身長の方選ばなかったんだよ。いや、なんか母さんがこっちの方がいいって言っててさ。まあ2年後楽しみにしような。あ、掃除くらい自分でやりなさいよ。あんたのせいで目見えなくなってんじゃん。何その言い方。絶対に私に感謝するんだから。やっと見えるようになるな。うん、やっといじめられなくて済む。10年コンプリート。見えるよ。え、母さんが死ぬ。タイガ、もちろん2つ目にするわよね。俺今まで何のために。全てはお金のため。お金が全てよ、わかるでしょ。お疲れ。まだ選んでないの。うん、まああと1日あるしな、ゆっくり考える。皆さん、明日が選択できる最終日です。お前は何なの。ああ、5年間話さずにいれば5000万か、10年間見えなくなるけど人気者になれる。結構むずくね。明日までに選択しないと自動的に選ばれてしまいますので、気をつけてください。決めた。まだ。なんで。私はあなたのお母さんよ。まあそうだけど、もし1つ目にしたら地獄に落ちるわよ。タイガ、タイガ、聞いてくれ。よっさん、今日ね、これ俺らは養子だったんだ。あのさ、本当のお母さんじゃない。嘘だ。タイガ、あと5分で自動的に決まるぞ。うん、まあでもお世話になったしな。母さん、俺2つ目にして。母さん、か、誰か救急車。母さん、あの強兵の野郎が1つ目選びやがったんだ。どうすれば。大丈夫、大丈夫、俺は父さんと一緒にいるから。タイガー、ついに明日1億手に入れられるな。うん、母さんに感謝だね。10年達成。いよいよか。5億円支給。あれ、1億じゃどうなってんだ。どんな選択だよ。タイガー、1000年の方にしとけ。なんで。そしたら父さんとはもう元気な父さんの記憶でいてほしいんだよ。俺の家族はもう父さん一人だ。タイガー、お疲れ。タイガー、お前どっち選んだ。あ、500年の方。嘘だろ。なんで。いや、俺らの世代ほとんど一つ目選んでるよ。そうなんだ。みんなどこ行くの。1000年間寝るために俺ら凍らされるんだって。じゃあお別れか。そうだな。元気でいろよ。お前もな。2080年10月31日、大川太平さん、死亡です。ありがとうございました。今までありがとうね、父さん。辰巳さん、死亡です。のぞみさん、死亡です。大悟さん、死亡です。そういえば、タイガっていくつなん。あれ ?307。え、マジですか。うん、だから慎吾が一番若い友達だよ。慎吾さん、死亡です。お前まで行くなよ。これ、落としましたよ。は、ありがとうございます。タイガ君。ほら、タイガをいじめないで。レナちゃん、レナちゃん、じゃあ、レナちゃんも500年選んだんだ。うん、親を一人にしたくなくて。俺もね。改めて友達になろうよ。あ、もちろん。ついに終わるね。うん、友達でいてくれてありがとね。最後に言いたいことあって。何。俺ずっとレナちゃんのこと好きでした。本当に言うの遅いんだから。え、
私も好きだったよ。天国だよ。うん。あれ？え、生きてるじゃん。え、なんで？あれ見て。